2024年限りでの現役引退報道が毎日のように飛び込んでくるようになりました。すでに引退セレモニーが行われた選手もいます。現役引退を自ら希望した選手は任意引退選手として公示されます。そこで10年前の2014年任意引退選手として現役生活を終えた選手は誰でしょう。現在どうしているのかの情報も合わせてお伝えします。野球でクイズではクイズテーマを募集しています。ぜひコメント欄でリクエストしてください。2014年3月24日に任意引退選手として公示されました。事実上前年13年限りでの引退となります。通算27年で2249試合に出場、1834安打、ホームラン403本、96年と2007年の2度ホームラン王を獲得しており、セパ両リーグでの獲得は史上3人目です。1968年11月生まれ、当時45歳、愛工大名電から86年ドラフト2位で中日に入団。2003年平井正文選手とのトレードでオリックスに移籍。2004年トラブル等もあり戦力外通告を受けますが、球団合併に伴い誕生した楽天に移籍。12年中日に復帰しました。14年3月18日のオープン戦で引退試合が行われ、その後公示されています。現在は解説者、カーレーサーとしても活動しています。山崎武史選手でした。10月27日に任意引退選手として公示された選手です。16年間で913試合、643安打、ホームラン30本。鹿児島県出身、日南学園高校から98年ドラフト2位で西武に入団。2001年外野手に、2002年両打に転向しています。2010年キャンプ中にトレードでオリックスへ移籍。13年1月3対2のトレードで日本ハムに移籍しました。引退翌年の15年からコーチとして西武に復帰。現在は一軍外野守備走塁コーチを務めています。赤田翔吾選手でした。11月6日に任意引退選手として公示されました。通算12年間で444試合、41勝34敗、47セーブ、117ホールドを挙げています。2007年、2008年最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得。埼玉県出身の右投手、1981年1月生まれ、33歳での引退でした。県立滑川高校、常磐大学から2002年ドラフト5巡目で阪神に入団。2005年 JFK の一人として優勝に貢献。2007年には NPB 記録となる90試合に登板。15年から2年間2軍打撃投手、17年からプロスカウト、21年から2軍で、23年から1軍で投手コーチを務めています。トルネード気味のフォームから最速157キロを記録しています。久保田智之選手でした。同じく11月6日に公示された選手です。現役19年間で1517試合、956安打、右投げ左打ちの捕手です。1977年8月生まれ、37歳での引退でした。九州国際大学附属高校から95年ドラフト3位でオリックスに入団。98年から1軍に定着、2000年から9年連続100試合以上に出場。12年オフに FA で阪神に移籍しましたが、2年で引退。引退後も球団に残り、本部編成、プロスカウト、企画担当、データ分析などを歴任。19年から阪神の2軍コーチを務めています。日高武史選手でした。11月25日に公示された選手です。通算21年、1996試合、1627安打、歴代9位の292犠打を記録しています。96年新人王、99年ベストナイン、二塁手部門で2回、遊撃手部門で1回ゴールデングラブ賞を受賞しています。右投げ右打ちの内野手、千葉県出身。
1975年11月生まれ、当時39歳。常総学院高校から93年ドラフト3位で日本ハムに入団。引退翌年の15年から8年間日本ハムで、23年からロッテでコーチを務めており、日本代表のコーチでもあります。金子誠選手でした。同じく11月25日に引退が公示された選手です。通算20年間で2167安打、261本塁打、打点2割8分6厘。2007年首位打者と最多安打、ベストナイン5回、ゴールデングラブ賞5回、左投げ左打ちの外野手。42歳で引退し、現在52歳です。中京高校、法政大学、94年ドラフト3位でヤクルトに入団。2004年オフ、FA でメジャー移籍を希望しましたが、結果日本ハムに入団。引退後は報道ステーションのキャスター、日本代表の打撃コーチ、監督、21年オフから日本ハムの GM、今年から2軍監督を務めています。稲葉篤紀選手でした。最終問題です。2014年11月27日に任意引退選手として公示されました。12年間で296試合151安打、右投げ右打ちの外野手です。1980年6月生まれ、当時34歳での引退。福岡工業大学附属高校、九州国際大学から2002年ドラフト8巡目でオリックスに入団。分配ドラフトで楽天所属となりました。左投手に滅法強く、左キラーと呼ばれました。ファン感謝デーで引退セレモニーが行われ、翌15年から楽天の球団職員に就任しています。中島俊也選手でした。今年引退を決めた選手たちの今後の進路及び活躍にも注目したいですね。あなたは何問わかりましたか？ご視聴ありがとうございました。あなたは何問わかりましたか？高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。